和骨ケロさん、赤ひれさん、ルセムさん、いらっ和骨しゃい。です。なんかゲーム枠でもやろうと思ったけど、和骨夜の部をやりました。アシャさんも4個目さんもいらっしゃい。和骨なんだろうね、なんだろう。こんばんは、今月時間がね、この中さんいらっしゃい。和骨。やっぱりインフルエンザ大変だったからな。和骨マでジす。で10日間ぐらいだったもんな、なんか実質。はい、そんなわけで、パイシーさんいらっしゃい。あとはイヤイヤの方とかいらっしゃい。和骨です。ちょっと探偵さ、事務所風ですな。そうい薬もうらいに行感ったじ、らイン本当はフル。もうちょっとなんかやりたかったんだけど。ん？薬もらいに、インフルだったの？渡るさんかなんかも、なんかインフルかもって言ってたけど。結局どうだったんだろう。やっぱりサダキシセブンだけの曲はあんま良くなかった。PC エンジンの曲にしよう。ゴンブトさんいらっしゃい。ホージュンさんもいらっしゃい。ここ数日風がむちゃくちゃ言ってますね。和骨、なん料理か、大混そう雑。ね。嘘。なんかね、そうね。自分がかかっ昔たまからでかイもンしんフルないでけダど。ウンしてました。おう。19まで学校行けないとか言われてるんですよ、おまけに。ははは。治って、なんだろうな、結構、家族がインフルやからワイも感染インしフたルでエンすザよのね。菌を放出する期間って結構長いらしく、ただいま、りょうすけさんいらっしゃい。なんかお久しぶりな気がするけど、そうでもないらしい。俺が見逃してたらしい。止まったけど、もう二度と止まんないようにしました。止まるんだったら止まらない設和定子にでしよす。お帰りなさいませ。う。はい、キニカさんもいらっしゃい。ふぅ。ふぅ。なんともいない。あ、そう、DS？ 3DS のモンハン？ 4G。和骨です。ムラクエが、の回が終わりました。上位になりました。多分。和そろ骨そろです。もう無理だ和な。骨です。和骨はい、です。ポチョンさんもいらっしゃい。あと、イヤイヤの方いらっしゃい。こいのぼりさんいらっしゃい。いやー。依頼がなければなんか、何か、なんかあるかな。ファミコンの思い出。4G 俺もそんくらいで止まってる止わ。まってる。今日行った、未今だ日はあのにモンハン触ったことないですし、最近の変なんモンハ倒ンしはた。ストーリーがしっかりあるそうで、ス小トーリー学終わっ生のた。時 のなん同じか、ゲームで本当にわかんないでのかあいるスんトでーリーす終わっが、た。いいですか？思い出のゲームで本当にわかんないのが、あら。じゃあ、りょうすけさん行こっか。プレおステ、モンハンは途中お。お、で早投いげちね。ゃった。テンポがチャいいローね。ゲーすぎちゃって。プレステ1ってことかな？ 41 ってお前。何年後よ。ちょっと待って。あ、そっか、画面。前は画面は。わこつんつこ。はい、いらっしゃい。りょうすけさんの依頼が始まっております。プレステ。モンハンはひたすら作業するゲームだからね。でわもこつ面で白いけす。ど装備な。作るのとか完璧に作業ゲーだもそうんね。ね。だからまあ、一人でやるのは限界がある。兄さんいらっしゃい。今日も皆さんよろしく。ただの雑談でも OK だ。依頼がなければそれはそれでモンハンは4から始めたけいい。え？ど、覚えるのつらかったああ、わ。4かプられス辛いテ1でね。水着の女の子が1枚絵で見れた気がします。水着の女の子が1枚で見れる？ギャルゲーとかってことか？なんか意外とありそうでわかんない宇宙な。幻想曲とかのギャルゲー、どんな絵だっいった？ぱいありそう。ね。笑、脱衣麻雀かな？悠久幻想曲ってさ、水着とかある？あのファンタジーの世界に。なんか、脱ぐのはな前さ提そうになら大抵どの印象。ゲームありそうなイベント。スーおチーパイ、和骨です。温泉イベントとかあったような。お。温泉はあっても水着は友存達が在しモンなハさンしそうてじゃるん。時は漫画見てました。ははは。そっか。菊間さんいらっしゃい。麻雀系ですか？てか、プレイしてねえな、何さてがは。目的なのか、特典だったのかわからないんで。えー、プリメダお前や、さてはプレイしてアなクいティな。シリーズと
和国お久しぶりです。はい、あ、リンクさん、あれお久しぶりな気がする。でもそんなにお久しぶりでもないみたいだな。1ヶ月ぶりぐらい。アポモリケルをリンポストか。もうちょっとなんか具体的なあれはないのかい。遠い物語。水着はないな。全ラインしかわからん。麻雀の話はしてない多分。風来機。風来機って水着とかあるのが北海道だぜあれ。小一に時なんて結構。ああ小一かー。記憶って。これはちょっと怖い。背景に女の子が書いてあるとか。一枚絵でもう絶対わかんねえじゃんこんなの。おい、人海戦術っていうか、要素が見当たらない、うん、ウィザーズハーモニー。水着ある。水着と温泉のないギャルゲなんてないんじゃ。いや、有給幻想曲はないよね。すんません。どんな女の子。あ、どんな女の子かわかんないんだったら見てもわかんないぞ。具体的にわからないか。何かじゃん。いや、ゲームとしてはわからないんでしょ。だからその、あ、わかった、これあれでしょ。ブーハート、水派に派温泉イベントあったな。和骨、そういうことなんじゃないのか、これ。金髪、これじゃないの。ちょっと待ってね。実は桃鉄。え、いや、あー、なるほど。動画ねえかな、これ。ないのか、もうやだ。ちょっと待って、プレステ、俺のうちにあるゲームから引っ張り出すのは嫌。記憶がなんて、もしかしたら女の子を眺めるだけのゲームだったかもしれません。おい、お前本当に記憶ねえんじゃねえか。やってねえ、ねえじゃねえのか、これは。俺と同世代か。俺の予想はあるんだけど、一つ。声がついてた。じゃあ違うな。ギャルゲーじゃないか、それ。ギャルゲーだろうけど、水着が出てくる、どんな感じなの。その女の子はすげえロリロリしいの、それともちょっと大人っぽいの。さすがに小学校1年だったらわかるだろう。水着がいっぱいありそうだもんな。わら、ギャルズパニック系とか。俺はなんかバトルクイックスかと思ったんだよね。JK くらい、JK くらい、JK。女の子かっこ JK。 教えてもらえたりする。絵描いて、ダブルキャスト、同級生の。あ、ダブルキャスト、まさかのグッスン。およよ、いつかの曖昧ゲーじゃないか。結局兄貴の回答待ちになった。あれ、19です。19、今19。はぁ。ちょっと待って。ときメモのプライベートコレクションとかその辺。女の子の髪の毛の色は何、何色。若いだと。いやー、これはちょっとやばいパターンだな。パズルゲーム。おい、クールパターン欲しい。何系なのかだけでも。いや、それが分かったら苦労しねって話なんだよ。アニメ色で何人かいました。性恋愛アドベンチャー、ポリゴンかどうかも判別。いや、なんかもうはっきり分かるキャラだけ。ありがとう。はっきりだ、分かるキャラを1キャラだけ特定してくれ。なんかこれは確実だみたいなやつが欲しいんだよ。だってが決まったぜ。ノエル、これだとさ、まだ全然絞れないぜ。いやー、だって11年前のプレステ何人かいたのか。12、3年前か。11年前のプレステって何。20周年記念だよ、プレステは。あー、これはちょっと難しいな。この情報だと数が無数にあるね。絞れないから片っ端から見てもらうしかないの。11年の記憶か。11年前のプレステ1ゲーム。あ、そういうことね。結構全部で揃ってるな。そうだね。わら、ラインとか。いや、そういうのはいいわ。女の子がいて、虫眼鏡で調べる系だったから。なんそら、なんそら。なんじゃそりゃ。実験実況、妖精さん可愛いです。パート1。ちょっと待ってね。虫眼鏡で女の子を調べる。それ無人島物語じゃん。へぇー。具体的になったが意味不、わら。プレイはしたことないの。そしてそういうゲームかは。みんなが一気にアクセスしたのかわかんないけど読み込めません。へぇー。ハットプス、わらわら、様子でコムは得意。読めねえ。V クくじぶじゅんよんるぐ。調べるってことは紙芝居のギャルゲーじゃないのか。漂流記じゃないの。
URL 省略プレイステーションコムソフトアレチトレ8トム0100000エコ1実はサターンで言うのじゃない一瞬時魔女が横切ったえこれ何のゲームだろうキスですが桃鉄も虫眼鏡で調べてた気がするほうみたいな多分チュートリ赤点が妖精かなこれですか青点がこのなんだっけ覚えてんのかな長いでボタンだね、まずは俺の予想ではもうそんな詳細なことは覚えてないっていうオブジェクトからえぇ、ー、ゲームじゃねえじゃねえかなんだじゃあクイックスだよだからだって絵しか出ないゲームなんてゲームじゃねえじゃねえかどういうこと女の子は動きませんでした女の子の絵しか出ないゲームプレステで水着女の子は動かなかった一枚絵って滝絵ですらないならギャルゲでもない同級生って虫眼鏡あったそもそも同級生質問するほど気になったの動くならパズルかと思った PS 同級生プリンセスメーカー系虫眼鏡で調べると喋ってくれたような虫眼鏡で調べると喋るなんだそのインタラクティブ系芝浮き草ゲームではないようななんかエロゲみたいだなわら小学生なのにマニアックなゲームやったのなノエル、バコノエルは動くでしょ虫眼鏡を使うけど女の子こういう人たちでした水着なんてわかんないな親がゴミから持ってきたんですてかこれオープニングじゃねえかさっき URL なんだそれ URL いっぱいくれたけど全然調べてねえなでも親が覚えてないんでポイントクリックのカーソルが虫眼鏡なのか違いますねうん、下級生、同級生ではない。同級生2だった今の。ゴミからとか経緯もすごいな。ときめきメモリアル対戦パズル玉2。ときめきメモリアル2対戦パズル玉じゃねえの。最後に2がつくのこれ。ときめも2じゃないのこれ。あれ？それは思い出の一品ですね。親がゴミ収集員なので。ああ、なるほどね。なんか指定のページが見つからないって言われてるよ URL 貼った人ゴンブトさんちょっといやあれ URL を省略しない人は自分で貼ったやつをさらにもう一回自分で調べてくださいもしかしたら事務所からもらったものかもしれませんかほうほうほうやっぱノエルかなノエルは動くからダメだよ動いちゃダメなんだよ水着を着てて動かないゲームじゃねえそんなのぷよぷよの最新作ですか？ん？宝探しできそうでいいなそうだな意外といろいろ出てくるらしいからなゴミからシメガニさんマニアクス拾ったマジで何があったんだろう自分も昔捨ててあったなんでゴミ漁ったんだお前は8拾ったなわら当時はポポロクラグラさんいらっしゃいファイナルファンタジー7とかやってたきて FF8 ときメモのパズル玉でもないんだよね同級生2じゃねえこれ1なんだ2と1の違いが全然わからんバイト先のゴミから映画は拾った映画 URL 省略私ゴミ収集員なんすよあお前もか多いな97年ぐらいかピクシーガーデンドンうんどんな女の子だったんだろう若いでもどういう感じなんかに近いとかない逃がさんぞお前もうこうなったらここまでやったらもう全部思い出させてやる思い出してもらうからなちょっと待って大学の頃様子前だったけどなんかに近いとかないなんかのなんか近いものがないと許さんぞ古い女の子系かな古いって何だからだから何なんだ何の作品に近いか言わないと逃がさんからなもうだって探しようないんだからそれしか女の子の属性情報が必要ですね。ミカグラでも水着じゃないでしょう印象としては。同級生とさっきのオープニングだけで違うっていうそうね。いやそういうんじゃないそういうんじゃない。絶対絶対何かに近いかわからなければ答えはわからないからね。涼介さんの頭の中にあるその記憶のキャラは何に似てる？なんかリンクさんが絶対言われる切れてるようなの持ってきたけど古いって言われても世代違うからわからんあー切れてるねこれ
だいたい今19歳が80年代後半から95年ってお前すごい長すぎるじゃねえかそれ。15年間以上あんじゃねえかよお前。それは長すぎるぞ。どんだけ何百個のアニメがあると思ってんだ。その15年以上の間に。エヴァも含まれちゃってんじゃねえか。エヴァも含まれてるし、何が含まれてる？なんか金魚注意報とかも全部含まれてるでしょ。それはあかん。イラスト描くか。絵描いてもらおうか、もうこうなったら。なんか91さん来たけど。いつ来たんだ。なんかこれ怪しいな。もう遺作でいいじゃない。この人たちですか。あら、涼介さんが探してるのはこの人たちですか。なんかちょっと怖いな。さあどうだ。鬼作にしよう。違います、ね、違ったか。人違いでした。はい、URL 省略、はい、おっと、これサンデーで漫画描いてた人かな。へえ。おっとおっと、これのどこら辺だ。シンプル恋愛シミュレーションシリーズのどれか。なんかゲーム探しじゃなくて人探しになってるわら。どの系統の絵に近いだけでも。レポアタゲ、はぁ、あ、はぁはぁ、ホームハンターライム。じゃあ書けや。URL じゃなくてホームハンターライムって書けや。URL いらんじゃんか。ファンタジー系です。古臭いな確かにな。で、区切られた女の子を選んで、そこから選んでプレイ。動きまくるけどね。四角で区切られた女の子を選んで、そこを選んでプレイする。ってことはホームハンターライムではないな。さては、ここじゃねえ。でもプレステのゲームでそんなに絵が動かなかったらなんか起きてると思うんだよ。ってことはなんか最初から選択ができる。どういうことなんだ。でも水着でしょ。結構リアル系の女の子です。こういうアニメ系の女子ではなくて。なるほど、だからそういうの聞いてんだよさっきから。南国の心浮かないハレム。全国制服美少女グランプリファインドラブしかなくね。近くから選んでパズルクリアで画像見れるって、フォトジェニック。こんばんは。フォトジェニック、ああそう、へえ。 URL 省略、ファミコン 2.com、 プレイステーション、プレステ 00756.、 ハトムル、サターンだけど、こういうのは基準だとアニメ系リアル系。うわぁ、これはあかん。これはあかん。結局ジャンルはパズルなんですかね。これだけ出てジャンルわからないのか。やってないんでしょ、6に。多分。ボイスベ。プレステ版がないような感じだな。プレステ版、プレステ版がないやつはやめて。ちょっと待ってね。あ、サターンだけど、おい。サターンはありえないんだよね。江口か。こんな方たちでしたか。水着じゃないような気がするんだよね。質問ってどこに投稿すればいいんですかね。枠中に言ってください。ここで質問してください。順番待ちをしてください。この人たちですか、あなたが探してる。ボーイズビーは動かないで有名だったな。ああ、そっか。でも、どうなんだろう。違うらしいです。この人たちじゃない。はい。江口じゃない。ボーイズビーは天秤がないとな。わら。パチンコゲームの得点かもしれません。答えが出たところで判定できるのか。そうなんだよね。だからこのパターンってすごく怖いんだよ。俺が懸念してるのはそこなんだよ。涼介さんが探してるのはこの人たちですか。本当に判別できるんですかこれ。そんなに堅くなに記憶がないのに分かるんですか。違うかどうかだけ分かるパターンか。はー、難しいね。具体的なあれが、回答がないのに判別だけ早いっていう、これどうすりゃいいのこれ。
これもローラー作戦しかないの。この枠のポリシーに反するな、それは。プレステだと思ったらプレイディアだったって落ちはないよね。っていうかこれ、俺、実は PS2 の可能性。嫌な予感がする。東京23区制服アースとかぐらいしか思い浮かばん。あー、でもリアル系なんでしょ。なんかアニメっぽい感じじゃないって言ってるよね。木村はもうアニメでしょ。アニメ系なら海物語とかありそうなんですが。アニメ系ではない。PS2 は、あー、でもあれは絵が出てくる？これは俺ちょっとギブだな。何？ラグ&デストロイは違うよな。水着の要素がないような気がするな。3DO は結構そんなの多かったような。わら。3DO だと実写とか、てかプレステ1なのは確実なのかな、そこは。水着の女の子が1枚絵で見れる。水着がとりあえず印象的ということだと思うんだよね。水着の女子高生が見れるプレステのゲームっていうか、それ以外以上のことがない。それ以上の要素はない。へーん。マジカルデートドキドキ告白大作戦。水着の要素がほぼないな。どういうゲームなのかわからんと探しようがないぞこれ。クロス探偵この枠はそういうんじゃねえからさ。海物語っぽいキャラクターの感じです。ああ、そう、じゃああれじゃん。PS1 これじゃない、この人たちじゃないの、凌介さんが探してるの。クロス探偵ありえるかも。難易度高いな。 URL 省略ファミコン 2.com プレイステーション。この人たちなんじゃないの。 237.ハトムル。こんな感じの女の子だから。この人たちじゃない。特定の特典かなって。ほう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 、これじゃね。夏色セレブラチオン。ほう。どう？どう？この人たち以外だとなんかプレステにはないな。お、即答しないということは、いや、ちょっと繋がってきた雰囲気。こんな感じじゃなかった。おい、なんだよ。海物語っぽいキャラクターって言ってるじゃん。海物語って結構アニメっぽい絵じゃないか。うん、そうね。で、恋愛シミュレーション、夏色セレブレーション。でもこれアニメだよ、これ。これがアニメっぽくないっておじさん困っちゃう。この人ですか。ごめん、ちょっとダメだ。ページが無理だ。の色や形は？いやー、これ何人かいるらしいんだよね。いやでも、むずいな。これ、むずいな。ちょっとこれはやめた方がいいかもしれん。これは、早期撤退がいいかもしれん。単独具的な絵って言いたいのか。ちょっとこれ無理だろ、これ。考えって言っちゃう人も微粒子レベルで存在。いろんな女子がいたんで。だ、何の絵に近いんだよ。アニメ、あんまりこう、ゴリゴリのアニメじゃなくて、水着が、プレステでしょ？水着のキャラが印象的で、ちょっと江口とかそっちになるような、ボーイズビーとか。恋愛アドベンチャー、おかえり。はい、おかえり、この泥沼感覚やばいな。この手探り感やばいぞ。うわー、これアニメなのか、アニメでイラストだけど。1500円シリーズとか怪しいよな。ゴミで捨てる可能性あるよな。凌介さんが探してたのはこれですか、この方たちですか。プレステでギャルゲーなんて無数に出てるから。でも水着で動きが少ないっていうか、スーパーリアルマージャン P7 スム1433万7061。プレステには出てない。ちょっとこれあるかも。いやー、ちょっとじゃあ中の人たち見てみるか。もしかしたらあれかな。お、え、お、ちょっと糸口がゴリキリ中とはまさにこのこと。ゴリ夢中。シンプルシリーズかもしれませんね。さっきも一応シンプルシリーズだったんで見てもらったの。シャッターチャンス、水着。手がかりが出てきたな。左下水着だね。もう拍手していい？え？まだ早い、まだ早い。動画とかねえかな。動画がある。は？嘘くさいな、これ。わらわら。ちょっと待ってよ。次枠に行こう。やばい、シンプル2000シリーズじゃん、これ。なんかちょっと嘘くさい。ちょっと待って待って。
なんか違うし。あ、クソゲーオブザイヤーの中になんかあんのかな。これはちょっと。マイナーゲームの動画は少ない。持ってる気するけど、これ。ある ?URL。動画がないと意味ない。URL 省略。アリスは違うっしょ。アリスはだってどう見たってアニメじゃねえか。ここまでアニメ OVA 感のあるものはな、違うんじゃないか。あ、いや、なんでこの人はシンプルシリーズの方に引っかかるんだろう。全然クソゲーオブザイヤーがどうたらとか、もうほんとぶっ通したくなるよ、こんな動画アップしてるやつ。小学生がゲームの水着を撮影して保存してたのか。ゴンブトさんがなんかくれたけど。URL が切れてる予感、やっぱりやはり切れてた。URL 省略。URL はちょっと長くなる場合は本当マジ短縮して、あ、ありがとう。それだけで興奮できたんです。当時は、リアル系か。まさかの動画があったぞ。なるほど。しかも、なんかインターレス島がすごい出てるけど。どこら辺見ればいいんだろう。あ、動きなさそうだな。あと何分？わかる。わら。あと1分か。大人になったね。ん ?2002 年、浜田ネットが発達してないからな。あかん。水着も立派なおかずですよ。2002年ぐらいだと結構来てるけど、まだ今みたいな感じだね。この人に見覚えはありますか？もともとは1500円のゲームじゃないんじゃないのこれ。とか新締めのハードが引っかかっちゃうな。こういうアドベンチャーゲームではないです。ああ、でも資格で選んでたからね。あ、だから、というか、資格で女の子を選んでたから、やっぱあれだよ、バトルクイックスみたいんじゃないの？ないのか？なんだと。バトルクイックスな、もんやる俺がじゃあ。ちょっと待って、X 系のやつがないんだって動画が、もう俺が作ってアップするわ。やっぱりそれだと。よいしょ。やっぱだからゲーム性っていうか、こう、なんと言えばいいんだ。全然もうちょっとめんどくさくなってきちゃう。ちょっと待って。ブルーラブストーリー、いやそういうんじゃないんだよ。あの四角のな、四角に入ってる女の子、なんかスト2のキャラ選択みたいのでポンポンポンって選んで、でこいつみたいな感じでやるんでしょ。はい、プレステ小僧を助けてくれ。バトルクイックスの動画を探してくれ。英語だったら出るかもしれない。そうだ、ギャルズパニックのプレステ版がバトルクイックスなんだよ。仕方ねえ。オスです、すみません迷惑かけて。また次はよし来た、よし来た、頼む、出ろ出ろ、出ない。物が潜んでるな。でもバトルクイックスってリアル系じゃないもんな。姫くり PS。 姫くりはプレステには出てないような気がするんだよな。あ、出てるか、出てない。バトルクイックスの動画が見つからない。バトルクイックスはねリアル系じゃないから違うと思う。どっちかというとリアル系。しかしこんだけ玉石混在したタイトル出ると面白いな。いやいや、でもリアル系のプレステのゲームって言ったらもうあんまないよ。写真を撮るっていうのが大事なんだっけ？お、まさかさ、まさか、いや違うな。これはプレステ2のゲームじゃないか？あ、プレステ、あ、ポリスノーズの女の子みたい？何名かがわからないというのが。何なんだろうね。どこにゲーム性があるんだろう。麻雀とかじゃないんでしょう、多分。これはちょっとさ、だからやっぱさ。ハットプス、わらわら様子でコムはとか。あのね、だからあんまり、リアル系で、ゲーム性はほとんどなかった気がします。てか、なんでこんなにゲーム性のあるものを持ってきた？水着の要素なくね。しかも起動して女の子選んだら即水着画像で調べられるの。ゲームじゃねえ、そんなもん。ゲーム性がないとな。へー、
本当はあるんだよ多分。わこつ。どうしたニコ。ああリアル系のプレステの女の子が出てくるゲームってなんだろう、5本ぐらいしかないんじゃないのか。やっぱなさっき見てもらった江口系とかで虫眼鏡って待ってね。一枚絵の女の子が海辺で佇んでいてって感じです。いやだからやっぱねさっきの無人島とか見てもらった方がいいのかな。でも虫眼鏡で見るなんてある？カードゲームのカードのキャラとか。わこつ、ポリスノーツも女の胸調べられたな。ギャルゲのアルバム機能とかじゃないの。わこ、ポリスノーツプライベートコレクション。あ、ゲーム性ねえな。あ、そういうことか。これはゲームではありませんみたいなことか。かもな。でなんかキャラの絵を閲覧するモードかなんかを見てたってことか。プレステにそんなものある？サターンにはあったけど、スポーンとかあったの？プレステはプライベートコレクション？プレステ1にあるの？まさかときメモのプライベートコレクションか。セガサターンは結構あるね。そうなの、セガサターンにはあるんだけど、プレステにはないような。もしかして、ときメモじゃねえ？ポートレートなら、こういう、この人たちじゃない？バーチャファイターとかあったな。バーチャのフォトなんとかは聞くけど。いや、虫眼鏡で見たりはできないから。エジホン？特典ディスクとかそういうのとか、ときメモはないです。ときメモはない。なんという疑問。シルエットストーリーズって水着あったっけ？シルエットストーリーズってなんだ。サターンだとデータベースもあるし。どっちが正しい？でもアニメじゃないんでしょ。そこを忘れちゃうならん。あ、七色ドリームの水着あったけど貼り方わからない。七色ドリームズはじゃあググるわ。へー、ちょっと待て。迷惑で出てたクロス探偵物語は？あ、でもキャラを見るみたいなのはないと思う。和骨でございます。はい、いらっしゃい。ゲーム性。ときメモ、エンチメンタルジャーニーではないです。シルコです。テンプレとかの CD だったりしてな。ゲームじゃない可能性がある。プレステで再生可能ってか、それさ、DVD でなんかプレステで2で見てたとかじゃないの？ゲームじゃないんじゃないの？ただプレステ2で DVD のなんかをチャプター選んで再生したとか。早いな。あれめっちゃゲーム性あるやん。てかなんだよこの動画。あー出てきた。虫眼鏡？エミとか。これは違います。エミット。エミット、確かにゲーム性ねえな。でも虫眼鏡で見るみたいなのはないよな。浜辺で女の子がいて虫眼鏡で調べる。メーカーがわかるわけないだろう。なんでここまでわからなくてメーカーだけわかるの？虫眼鏡でクリックできるのか、なんか記憶に引っかかる。ほうほうほう。なんかこのゲーム、なんかこれじゃねえかっていうゲームタイトルあげたけど、まだ見てもらってない人っている？こういうアドベンチャーみたいに下に文字出てきません。PS2 でやったエロゲのドブドブプっておき。いや、これでなんか、普通になんか、すごいなんか何でも関係ないゲームだったら、やだ、怒るぞ、俺もさすがに。キャラは動かないし、これならね。虫眼鏡は同級生であったけど違うんだもんね。虫眼鏡は同級生でも同級生ではないんでしょう。あ、プレステ1以外ない。プレステ1で、ファンディスクみたいなのでキャラが閲覧できる。ん？どんなキャラか分かる。そうね。でもリア、なんかアニメ、わかんないんだよ、これ。いつもこう、アニメっぽくないとか、リアル系だったって言って、合ってないことはすごく多いから、わからん。実写系なんじゃない？あ、ほんと？じゃあ、ノエルかな？いや、俺は、あー、でもこれ調べられるっけ？これエミットじゃんだって、これ。え？ 2D？ 3D？ シスタープリンセスにプレミアムファンディスク。
ゲーム内で女の子のスプリン撮れた。シスプリ？シスプリはアニメ。ゲーム性ないな。この人ですか？この人ですか？意外とゼロ四チャンプ。無理だろう。違います。違う、ダークハンターじゃないと。いやこれはちょっとやばいね。今からでも引き返した方がいいかもしれない。けどそれっぽい系か。何このガンダムウィングっぽい。あ、確かに。ウィングという、そうか。ウィングっぽい。どんなん、いや、それが分かったら苦労しねえだろ。あ、でも聞いてみるか。パッケージって分かる？なんか色の雰囲気とか。いやー、これは、でも女子高生とかが出てくる。水着で女子高生かとか判別できるっていうのは何なんだろう。スーパーリアルマージャンは出てないしな。全く分からないです。ごめんなさい。嘘でしょ。小学校1年の記憶なんてめっちゃあるよ。これは遠心力が働いてるからって言ってたよ、小学校1年の時俺。2年生に向かって。そっか。虫眼鏡ってエロい目線で見るための道具のこと？いや、アリを焼くためのもんだよ、それは、虫眼鏡の。フロムウェンのカニカマさんもいらっしゃい。親が発掘してきた時に説明書とかついてなかったのか。賢い子やったな。賢いというか何だったんだろう。これは情報少なすぎる。引き返した方がいいかな。引き返しは賢明かもしれない。両方違うの。両方違うの。あり、わら、JK っていうのは概ねです。若い女の子です。若い、あ、じゃあ、クロス探偵、ちょっと見てもらう？クロス？ブルーラブ、ストーリー。でも、クロス探偵ってさ、虫眼鏡で調べたりできる？ URL 省略。え？ちょっと待ってね。この方たちですか？りょうすけさんが探してる人は。女子高生で、あんまリアル系で、浜辺で水着です。四角で選んだりはしないけど。いらっしゃい。リンクさんがなんか貼った。トゥルーラブストーリーかー。情景バッチリやん。こんな感じのゲームです。わこっす。クロスはモロアドベンチャーやで。ああ。字が出てくるとかじゃないって言ってたよね。ああ、絵がちっちゃ。この辺1秒も出ないですよ。なんだって？アニメ系なのか。だからアニメっぽくないってことだよね。クロス探偵はどうなんですかね。URL 省略。はい。ちょっと待ってね。よし、一つ URL を開いてみよう、リンクさんのね。グランディア？なんでグランディア貼ったの？読んでないよ。あ、あのね、JK です。クロス探偵ではないです。はあ、トゥルーラブストーリー。なんでさ、ウィキペディアの URL を貼るの？字出てくる。字も出ちゃダメなのか。で、あ、リアル系の絵で、やっぱ実写で雛形あきことか出てたんじゃないの？ JD、え、JD でしょ？あれ？いやー、ちょっと待って。浜辺。いやー、これはちょっときついね。実写ももしかしたら。嘘でしょ？でもプレステにはないんだよね。わらわら腰痛でコムは特派？ブイジトサンレクスンプサンジー。トゥルーラブ見てもダメだよ。この歌はもう黒歴史なんだから。暗いな、ほんで映像が。殺人事件か。実写ありえる？つくばエクスプレスじゃないでしょ。なんだっけ、ルーマニアじゃなくてなんだっけ。この人たちですか、探してる方は。探偵トニ。あー、水着がないかな。ヤンドラの雪割りの花は字幕出るよね。出るね。プロモーションっぽいのなかったあるけど、それは関係ないんじゃないのか。わら、やる。何エクスプレスだったっけね。ユーラシアエクスプレス。今日は早く寝るの。はい、おやすみ。おいなりたん。はい、おやすみ。ありがとうね、団子ちゃんね。団子ちゃん、おやすみ。はい、URL がぶっ壊れてる。流れなかった気がします。アイドルプロモーション鈴木由美恵、 URL 省略ファミコン 2.com NIJ 虹色レイナノエル2ノエル2 URL 省略。あ、 URL も何でも URL 壊れてんじゃねえかよ。もうダメだよ。もうプロモーション鈴木由美恵をプレイ。嘘でしょ。実写かい。実写じゃねえって言ってたよな、確か。ちょっと待って。ゲーム性はないよね、これってね。プロモーションビデオだから。四角で選べんの、なんか。あ、なんか選んでるね。モロ実写、わら。こんな画面でした。
使ってなかなか始まらないな。なんで朝日間違ってんだよ。プレステになった。そう、これは、実写だよ。虫眼鏡で見たい。わらわら。こんなの小学1年でやったんか。まあ、拾ったんじゃしょうがないよな。わら。こういう画面はないです。映画です。仲間由紀恵とかのエスプシリーズとか、URL 省略。動いてたらダメらしい。動いてたらダメらしいぞ。いやー。あー、でもエラー、ノエルってそういうゲームなのかな。でも一応見てもらおう。ノエル。何度か出てるけど画像は初めて出しましたね。この人たちですか？はい。いらっしゃい。へぇー。いいよ。ノエルめっちゃ動くような、だから除外してたんだよ。一挙見てきた。でも虫眼鏡ってことは探偵物の可能性あるよね。これではないと思います。思う。動いたらダメって。ちょっと見てもらおうか。なんか曖昧な感じだから。オープニングの次はキャラ選択画面で選ぶと1枚絵が出てきて虫眼鏡で触ると喋るゲーム。もうわけわかんない。オープニングの次はキャラ選択で選ぶと何の話？ん？ノエルって選ぶとブレイブルーが出てくるわ。突然どうした？いや、まとめるとそういうゲームかなと。ああ。虫眼鏡でアリを焼くゲームならあるで。あんの？お色気ぽいのカロリー気味なのかどっちだろう。いやー、違うんだよ、だから。だから、そういうんじゃなくて。あんまりアニメっぽくないらしいです。結構リアル系の絵らしいけど。だからさ、ロリとかそういうのはないでしょ、多分リアル系に。ご褒美シーンで虫眼鏡で胸とか見ると嫌がったりリアクションがあるゲームはある。女の子がいる風景がいろいろあってその中から選ぶ感じです。ビーバス&バットヘッドでそういうミニゲームある。それか。屋上から垂らしたりとか、校長先生の頭に落としたりとか。これは桃鉄かな。これは難しいな。とりあえずもう、とりあえず文章をしっかり読んで、皆さん力を貸してください。やったことないんで。桃鉄はない。これちょっと知りてえな。ちょっとこれ順番待ちねえから今日はとことんやるか、3時間ぐらい。3時間かけたら見つかると思う。それで見つかんなかったら記憶違いだと思う。よし、もう片っ端から探そうぜ、じゃあ。もう全部見てもらおうぜ、プレステのゲーム。腹立ってきた。気になるもんね。気になるわ。依頼人は逃がしませんから。ここまで来たら。無責任な依頼はもう逃がさんからな。そんなに記憶もねえのに。俺たちを付き合わせた罪は重い。ストレスとかそういうんじゃない。その中から好きな知りたいんだよ、何のゲームか。よし、じゃあ全部探すぞ、プレステのゲーム。プレステのギャルゲー全部。片っ端から見てもらおう。こう覚悟しろ、本当に。タレントゲームではなさそう。ゲーム調査所見。わこつ。いやー。グラフィティとか絶対見つけてる。オードさんいらっしゃい。マジオード来た。わらわら。何かのゲームのミニゲームとかおまけとかそういう可能性も。マジカルデート。いや。あのね。ちょっと待って。ちょっとだけ待ってくれ。ちょっとこれちゃんと読んで。これちゃんと読んで。これに沿ったものを出してくれ。頼むから。あと、読めない方は、動画のコメント書く欄の右の方に画面モード変更というのがあるから、その中から映像のみというモードにしてください。文字が読みやすくなりますんで。すっごい電話がうるせえ。ノエルではないらしいです。桃鉄もノエルも違う。とりあえずこの条件に沿ったものをまず出そう。多分合ってないと思うけど。とりあえず、でも、高野菜とか違うよな。アニメっぽくない。できる限りアニメっぽくなくて水着が出てくる。ゲーム性の薄いものを探しております。
これかな、東京魔人学園みたいな絵だけど、何のゲームだろうこれ。調べる以外の操作は何か覚えてないですか。この人たちですか。東京魔人学園なのかきっと。ホークはコツです。プレステ2ではありません。現在何歳くらい。今19歳。これはら探しているゲームはゲーム性がないか、うん、何かのゲームの発見です。違います。違います。プレステ検索しにくいね。握りプレステはちょっとな。ノエルはもういいわ。ふぅーん、ひどい絵だな。これもちょっと人が喋っててうるさいからやめようか。興奮しなさそうな絵だな。わら、ゲーム性がない。あまり信用できないけどな。字幕でなかった気がします。俺それがちょっと気になるんだよね。字がない、字が出ないのはゲームである？字が出ないものなんてある？さすがにないと思うんだよな。字が出ないっていうのは。エニムシメガネというゲーム、もはや芸じゃない。ゲームとしてね、だからいや、ファンディスクスとしても字が出ないなんてことはないと思うんだよ。喋っていることに字幕がつかないってこと。ああ、そういうこと。字幕を消してる可能性。字が出ない。そういうことか。全然ちぎいじゃねえか、意味が。ゲームじゃなくてゲーム。プレイディアとかならそういうしょぼいのはあったと思うけどね。プレイディアは声優さんとか出てるけど、アニメのもの、原作のゲームとかしかないでしょ。誰かのプロモーションゲームか。喋ってることに文字が出ない。昔のゲームはそんなに字幕が出ないゲームは珍しくないと思うけど。ヒロインドリームはセリフらんなかったけど、虫眼鏡ないしアニメだしな。そうね、だからやっぱりここで重要なのは水着の女の子だね、とりあえず。で、水着の女の子と虫眼鏡、これに、これが何か当てはまればいける。で、四角で区切られて女の子を選ぶっていう。とか、楽しいとか、そんな一文程度です。こんな、ここだね。大事なのは、だから、ここら辺で、浜辺で女の子、浜辺の女の子。で、リアル系の女の子。結構ってなんだろう。不安だな、この結構は。もしや格ゲー。アニメ系の女の子ではないって書いてあるね。結構リアル、わら。結構リアル。んだから俺、江口久志とか、そこら辺の。リアル系だと、だと思うんだけどな、レスレスとかさ。実写ではないのか。伊勢マン、ディジタル、プライ、スタゲッテ、プレステで動く何かがあるみたいなんですが、はあ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 、それ系？マチ？アニメじゃなくてポリゴンとか？ポリゴンの可能性はあんのかな。何度も出てるゲームがタイトルとしてはあるから、それを見てもらうのもあるけど、ゴミで捨ててあるか。ゴミとして捨ててあるもので、カワ PS2 だよな。頭身が高く、目が大きくない感じ。探しているゲームで、クロス探偵みたいな感じなんだよね、だから。とかがあった記憶はないです。ポリゴンではないです。ポリゴンではない。ポリゴン。なんだ、ゲームじゃないもんな。ポリゴンではない。じゃあ。ポリゴン。実写？いや、実写でもないらしいんですよね。でわかる、実写の可能性がないとも言い切れないみたいな話だったよね。いやポリスノーズのパイロットディスクってキャラ見れないし選べないしな。ゲーム内ゲームっぽいんだよな。実写でない可能性は低いです。実写でない可能性は低い。実写、実写取り込みがアニメっぽいのとかもありそうだけど、うん、僕夏か何か、すっとぼけ。実写だけどこれ系。実写、この人懐かしいな。実写の可能性が、ガールズプラスワンに出てたな。すみません、虫眼鏡で見れるのかな、これ。僕夏ではないです。かまいたちの夜とか、そっち系とか、角田ともみ、こんな感じでしたか。なんかこれ右の画像、お嬢様途中で水着のシーンはあった気がするけど、いやー、動かないらしいんだよ。動く印象があんまないらしいんだよね。サウンド
ノベルではないです。ギャルマージャンは見てもらってないね。違います。違う。いやーこれはどうなんだろうな。答えを知りたい。これは答えを知りたい。神宮寺とかじゃないよな。虫眼鏡で見ることができるゲームってなんか覚え当たることはあります？あのアニメでもいいです。じゃあ調べようか。ググるか。誰かタイムマシン持ってこい。ハットプス、わらわらようつべこむわとくか、はい、V クスーフロ6 6 1 U U の麻雀ゲームは当時やってた思い出はあります。水着の要素ねえだろアライブ。虫眼鏡はやっぱり同級生かと。ビーバス&バットヘッド。水着の要素ないよこれ。アイドルスズメシスーチーパイ意味てど。ちょっと喉飴タイムかな。アキラ対戦じゃね。スーチーパイわらわら。虫眼鏡って覗き込む感じ。それとも小さなアイコン。ホグの道のくとうこい物語。それなりにゲームを進行させないと水着って見れないんだよね。小さなアイコンです。最初から水着を、水着のキャラをこうなんかじっくり見れるっていうのは何なんだろうね。プレステとか。脱衣系のゲームで虫眼鏡で女の子を見るのあったような気がするんだ。脱衣系のゲームとの拡大鏡的なアイコンってこと、リストかな。あのあんま冗談とかいらないんで、あのこの枠そういうわけじゃないんで。ちょっとあのー、この条件に合ったもので何か心当たりがあるものないですかね。最初から水着って普通ない。プレステで水着をそんなに売りにしてる。そうなんだよね。あのね、セガサターンだったらなんかありそうな感じするんだけど。記憶がないだけで絶対ゲームなんだと思うんだけどな。さすがに風雷機って水着の要素ってあるの？北海道なのに。あの虫眼鏡で見れるの非売品の類かね。風雷機見てもらおうか。じゃあ2階出たから。こんばんは。こんばんは。今ちょっとすごい、ちょっと今詰まってるんで、今ちょっと申し訳ない。アニメエッジャーね。今沖縄だが PS2 らしい。電撃の CD ロムとかそういうのであったか。誰か記憶にない？雑誌の付録でそんなのなかったっけ？セーブロードしたから。この付録記憶長いだけだろうけど、アライブではないです。スーチーパイはアライブではないだろうな。水着になってますね。オープニングはどんな感じなんですかね。なんだってなんだって。スーチーパイはプレステ版だと水着になってる。ああそういうことね。オープニングはどんな感じ。ああいや覚えているのかな。セーブロードしたら攻略した記憶がない。プレステ1なのは確定なんかな。多分ね。プレステ1しか持ってなかったらしいんだよ当時。明日日間違ってる。クソ動画だなこれ。もうこういう人たちですとか。プレステ1だけは合ってんだろうな。あとなんかちょっと待って、プレステのさ、難しいな、ギャルゲーって一覧にな、わかるのかな。オープニングあったかも、どういう感じだったわかりません。まあそうだろうな。それではないですね。一覧とかねえかな。ギャルゲーだよな、絶対な。ゲオ行って探そう。いやないね、ゲオには。ゲオ、これか。いやでもゲーム性ってむずいな。基準が人によって違うからな。リアルなんかあんまりアニメっぽくないとかそういうのって。プレステでしょ。シムプレシリーズにありそうでなさそうな。ポリスノーツ要素はどこへ。 PS1。 ああそっか、ポリスノーツ見てもらおうか。ポリスノーツのパイロットディスクってさ、プレステ版にあるの。これで水着にはならん気がするな。わらわら、
北海道だしな。イベントへの時に字幕を消している感じなのかな。最低でもこの女の子ぐらいのアニメです。アニメというかイラスト系ってことか。じゃああんまりリアル系ではないな。イラスト系ってことだな、ブレステの。てかパイロットディスクってないのか。ちょっと待って、ポリスノーツ。3DO 以外にはパイロットディスクはないのか。ちょっとポリスノーツは持っていますが、それではないと思います。リフレインラブぐらいか。だからあのイラスト系ってことだね。これさ、ポリスノーツのパイロットディスクってこれ何版？プレステ1で、あの、動かなければ、ちょっと除外ですよ、これ。お嬢様特急とかはどうでしょうか？虫眼鏡はわかりませんか？お嬢様特急はアニメじゃないかしらね。プレステはあるポリスノーツ。パイロットディスクは？お嬢様特急ってでも、水着で虫眼鏡っていうのは、序盤じゃないんじゃないのか。やっぱり何かを超えてそこにたどり着くんじゃないのか。なんか水着、あ、水着してた方がいいと思うよ。ん？あ、なんかおかしくなった。序盤は捨てた方がいい。おまけモードかもよ。おまけで最初から多分そのキャラ選択みたいなのがあるって言ってたから、四角で区切られた女の子でこうなんかだから一つのキャラ選択みたいな感じで選ぶってことでしょ。ここから一つずつ探そう。あった、人気版ならあるんだよ、なんかギャルゲーの。いやーこれダメ、これは無理。せめてジャンルで分かれてなきゃダメだ。おまけモードはスナッチャーURL 省略。スナッチャー。水着じゃなくてパイロットスーツだったとかではないんですよね。スナッチャーに出てくる。でも何キャラかいるんだよね。いや、1キャラじゃないんだよね。何キャラかいるんだよね。ここで探してる。ハットプ、プレステイガメアネとプレステイキシムラキオンパゲ17レスルト。おっと、あ、いいですね。次枠。これだね。嘘でしょ。ちょっと寒いな、この部屋が。あ、大丈夫だ。プレステに絞りたいんだけどな。プレステ1。やべ。アドベンチャー？これは、解決。俺が探してるゲームがどこにあるかわかんない。てか URL 何これ？あれ？なんだこれ？だ。なんか違うらしい。ワコツ。はい、いらっしゃい。ワコワコ。プレステ1。ワコツ。機種プレステ1。なんでプレステ1にならないのこれ。ワコです。ワコツです。ワコツです。アドベンチャーかどうかわかんないよな。ワコ。ワコこ。なんかさっきのページ。ワコツ。おかしくなった。ワコツです。はい、いらっしゃい。道のくと思ったけどあれクリックというより撮影会だった。水着人選べないしな、道のくは。でもちょっとこれどこまでその信じていいのかわかんないよな。上、あ、井の上、人選べないしな。だよね。和骨です。ゲーム探し枠ですか。 URL 省略。依頼者はこれ全部見よう。和骨への漢字は似てますね。ボイス、あ、ボーイズビー。うわ、ボーイズビーってそんなモードある？逆に。はあ、URL、ちょっと俺なんか喉がおかしくなってきたわ。 虫眼鏡、気管支炎になってきた。和骨です。なんかねえのか、この後。
うわ、気持ち悪い。これじゃね？虫眼鏡。嘘。虫眼鏡出た？なんでこんなページなの？なぜ？わらわら。こんなのあったんだ。わら。ボーイズビー、ハットプス。わらわら用つべコムは特派？プエンするグープハイレイ。まさかメモリーカードにクリアデータがあったとかではないよね。いやー、こういうぷよぷよみたいなゲームはしないですね。わこ？あ、虫眼鏡。キスデータみたいだね。お。あら、かわいい。初見。お。わこつ？アニメだよね、でも。お。音うるせえ。あ、拡張拡大されてるけど。アニメおお、お、1時間経過か。ああ、わこです。いらっしゃい。これはコメントせざるを得ない。装備とかはないです。装備これはひどい。服を合わせ、ひどいな。デッドアライブよりなんか悪質な感じしてきたよ。花、砂浜じゃねえしな。なんとまあ。プレステってこんなにやってよかったんだね。悪質、わらわら。悪質な気するわ、コナミの。違います。さすが見つめてないと。こういう虫眼鏡システムなのかな。ドットが荒い。赤番来るか。もうこれでないだろう。このゲームやりたい。見つめてないと R です。これはなんというゲームなのかね。これ何？見つめが、わら。もう興味津々じゃねえか。さすがコナミ。しょうもない。これでいいよ。よし。煮詰めてないと R。 難しい。あんまり。ちょっと中古屋行ってくる。コメント増えたな、わらわら。コメントが増えたというかさ。コメントの勢いがすごい、わら。でもド変態やんか、ただ。見つめてないとなのか、わら。見つめてないと R だけど。これ小学生の頃にやったら人生変わってたな。みんな疲れてきてこういう枠になりつつある、わらわら。思わぬ感じで、これ面白そう。懐かしいゲームだ。システムは似てる。システムは似てますね、これ。こうやって見るのが、見るだけのなんかモードがあるっていうことだよね。どっちだよ、わら。服装の幅広いな。ね。お、ヒント。ヒント？手を引かなきゃ、使命感。アマゾンで300円だ、買わなきゃ。ミスナイRだっけ、これ。女の子が反応するってところが。女の子は反応する。虫眼鏡によって。マジか、買う。虫眼鏡、まあでも送料込みで600円ぐらいにはなるよね。600円、700円ぐらい。虫分かった。全キャラやってみよう。進化を。いる。こういうエロ要素があったらそこそこ有名な気がする。そうなんだよな。わらわら腰つべコムは特派。お？最後プルクプゼロゼロ X。91さんが何かを貼ったよ。こんなもんガキにやらせたら性癖ひん曲がるやろ。わら。いや。あのさ、ポリスノーズさ、プレステ版がないんだよね。まさか本当にこれだったら怒るぞ。何も聞けないって選択肢はないのかな。なんやこのエロゲー。ポリスノーズ、プライベートコレクション、無人島物語。いや、プライベートコレクションはいいんだけどさ、プレステ版がねえんじゃねえかという説がある。あるのかな？あ、あるね。あれ？プレステ版あるよね。これプレステ版か。てかこれに水着とか出てくる？無人島違うっぽいってさ。あー、いや見てもらってないよ。でもお邪魔します。え、なんかない。ウィキペディアに入りました。エロゲが原作のコンシューマー移植作品ではなかろうか。ポリスノーツプライベートコレクション。虫眼鏡で見る自分のポリスノーツはディスクイギャルゲーデジタルアンジュ登場人物紹介みたいなので水着っぽい女の子がいましたよ。スーチーパイがどうたらって言ってたよね。同級生？いや、同級生じゃないらしい。いや、同級生、その映像があるものってある。ポリスノーツは父揺れは記憶に強烈に残ってるが水着ってあったっけ？ん？わからない。それはわからない。オープニング、じゃあこのオープニング見てもらうか。あ、スーチーのみゆりちゃんか。あー、でも選べなくない？みゆりだけじゃないの。穴の宇宙ダンススーツぐらいしか思い。この人たちですか、りょうすけさんが探してるのは。ゴミに捨てたってもおかしくないね。キスナスーチーパイだとな。
パターン版下着姿あったような。ああなるほどね。ただゲームじゃないっていう可能性があるらしいんだよね。自分はポリスノーズディスク1と2しかない。え、ああ本当は4ぐらいあるんだっけ。あれアニメ絵だよね。お邪魔します。はい、いらっしゃい。なんかすげえお久しぶりだなカズさん。さっきとコメントの勢いが違うっていうね。いやどうなの、こういう激しく動くオープニングはなかった気がします。いやそれは言えねえだろう。そのやんだしな。それは分からんだろう、オープニングがちゃんとなんか激しく激しいかどうかなんて。一人もキャラが一人もよく分かってねえやつが言えるセリフか、それ。特徴が一つも分かんないやつが言うセリフか、それは。どれ、すみません、たまんねえ。スーチーパイのだからこのキャラクターの見た目に記憶がねえかとか聞いてんだよ俺は。謝る前にやることあんだろお前。とりあえずこう 見覚えがねえか聞いてんだよキャラクターに。そんなんどうでもいいんだよ、オープニング激しいかとかなんか。イラストだな。とりあえずだから絵を見てもらいたいんだよ俺は。だからこのキャラに記憶がねえかってことだよ。その虫眼鏡で見たモードがないともう絶対わかんないとかだったら無理だから。キャラクターに人に見覚えはないのかお前、ほんとに。イラスト描けばいいね。もう絵描かせるぞお前、ほんとに。描けませんとは言わせねえぞ、そこまで言うと。よし、もうみゆりしか見れないんでしょこれ。描いてくれ。だって撮影モードだとマジカルデート。ちょっと見てもらうか全部もうこうなったら。髪の毛の色とか分かりませんかね。撮影モードなんか一キャラすげえ気に入ってるキャラとかいねえのかよ。見覚えなんてなかった。だからさ、そういうのを聞いてるんだよ。だからこのキャラに記憶があるかどうかとかそういうことだよ。それをね、そのなんかアニメが激しいとかそういう話は聞いてね。この絵は違います。イラストを描かせるぞという新しい世界の脅しだよこれは。ほっとくと寝ちゃうんだっけ。え、あ、そう、寝るね。会社分かればいけるかもよ。マジカルデートね。でも撮影でしょ。が最初にキャラ選んでるけどどうだろう。まだ1時間半しか経ってないのにこの疲労困憊である。釣りネタに使う。風の丘公園にてが最初キャラを選んでる。はぁ、ちょっとこれ虫眼鏡で見たりできんのないよね多分。着替えさせて舐めるように見るだけで。しかも病気の子プリンセスメーカー的な水着だこれじゃない。いや 2D もうこの際何でもいい。とりあえず立方体フリーハンドで描けません。いやそんなことを言っても描かせるから。すごいな。うわ懐かしい。わら、リアル系なら実写版卒業とか。ほら、資格で選んでるよ、女の子。どうなのよ。カエルの格ゲー？カエルの格ゲー。実写版卒業好きだったよ。水着はどうなんだろう。でも過去イラスト描いたら大体解決してる気が。うわ、すごいな。ベイブレード。おりおりしてますな。虫は出てきません。女の子違います。の漢字も違います。URL 省略プレスでハトムル。はい。なんじゃこれは。マジカルデートだよ。結構有名なゲーム。プレステ版デッドアライブ。なんか閲覧モードあんのこれ。いやーでもポリゴンの可能性がないとも言い切れないんだっけ。このゲームのキャラ、あとなんだっけ、なんかのゲーム怪しいって言ってる人がいたけど。有名なグループ知らねえそんなやつら。ポリゴンは絶対違います。ポリゴンはの可能性はない。低いってこと？なんか広告されてね。ん？あ、おう。ありがとうございます。ただ、もらった500円のポイントは、100円使っただけで全部なくなるから。有名なグループ V6? あ、そういうこと？スマップとかか。へぇー。野々村病院の人々。リア充。ポリゴンが違う。終わったんだけど。少ない記憶の中で。終わったんだけど。セリフ回しがひどい。
虫眼鏡って言われても昔のエルフしか思い出せない。昔のエルフ。野々村病院はねえだろ。野々村は水着の良さがあんま分かんないな。あ、風の丘公園にてね。プレステ1しか持ってなかった。おいちょっと待って。風の小1なら他のゲームやらゲーム機やらと記憶混じってる可能性が恐ろしいんだよな。そうなんだよね。それなんだよね。ただちょっと待って。エンディングでしょ。パソコンゲームはないです。ノノンはマット議員。PC メルゲならそのパターンだけなんだがな。小1でエルフゲーやってたんでしょう。まだ終作のがありえそう。この人たちに見覚えはありませんか。あ、ダメだ、なんかダメだ。いやー違う。早いな。この男に見覚えはないか。即答できるくせになんでそんな記憶がねえんだよ。一番立ち悪いパターンじゃねえか。なにこの枠終わりなの。おい、なんだよ。知らない。あ、おやすみ。わらわら。クロス探偵は一応見てもらったけど違うらしいんだよね。クロス探偵にキャラクターをそんなに見るモードってあった？6インチマイダーリン。明日学校遅刻させるからな。どんな感じの絵のタッチだったんだろ。一応なんかだから、クロス探偵的な感じなんだよね。リアル系。アニメ絵っぽくないらしいです。一応説明はこっち見てください。赤くなってるのがちょっと重要かなっていうとこ。こんな人たちですか？こんな人たちですか？ちょっとびっくりした。なんか濃くて。濃くてびっくりした。見るモードはないけど、一枚映画でイント出るシーンは多いクロス。ストリートファイター、リアルバトルオンフィルム。何の話だ？わらわら。19歳で小1の頃2004年くらいに見たらしい。10回以上クリアしたけど、クロスにギャラリーモードはないですね。雪割りの花。アニメといっても、基準が文からなし。そうなんだよね。そんなもの人それぞれだからさ。キャラを選べる。虫眼鏡で女の子を調べる。って思い出す。キャラを選べる。人にしかないです。これで探偵神宮寺三郎シリーズ SL 調教師瞳ってキャラ選べなくね。2004年なら発売してない。神宮寺だったらそうだな。違います。人外ではないです。人外ではない。獣な要素がうっすら。妖芸か。キャンディーストライプ。キャンディーストライプでプレステに出てたっけ。岡村少女探偵団のディスクの4枚目に設定資料集があるらしいけど。三日村の4枚目。字幕も出ないし。じゃあキャラを見てもらおうぜ。ドリキャス。もうちょっと何か思い出すんだ。いや、とりあえず三日倉を見てもらおうか。プレステでも捨ててあるっていうのはどうなんだろうな。ゴミ捨て場で拾ってきたらしいん。いや、違うわ。ゴミ捨て場にあったものを拾ってきたというのがあるらしいんですよね。アニメ系ではないってのがきついな。主観だからわかんないよね。でもね、こんな方たちでしたか。俺もモデン拾った。モモデン。ディスクは1枚しかなかった気がします。はい。もともとゴミなので。だから、早いな。違います。1キャラ見ただけでわかるか。今1キャラしか見てなくね。そこまで記憶がはっきりしてんのになんでもっと出ない。ゴミ捨て場に、ちゃんとケースごと拾ってきたの、それは。Lの奇跡出てない。見てもらうか。水着の印象ねえな。高野菜とかねえのかな。とりあえずキャラで近いのはどれなん。記憶がないです。ね、なんかどういうキャラクターなのかを。だから俺最初に聞いたよね、俺ね。なんか似てる作品はないのかと。何の絵に似てるかとかはないのかって聞いたよな。わかんないんでしょ、でもそれが。だから一応、ボーイズ B が若干似てるらしいんだよ。これ色気になった。ボーイズ B は2作出てるから、もうどっちかなんじゃないのか。だったら。みんな頑張れ。よし、ボーイズ B のゲームの動画を探してくれ。オープニング。じゃあ、ミカグラではないと。ミカグラは違うんでしょ、とりあえず。圧倒的に。何をそこの判断基準なのかがよくわからんよな。この人に見覚えは？記憶がない、記憶がない、素敵な気持ち。何の歌だそれ。女の子の特徴は、何でもないみたいな。はっきり思い出せません。
すみません。違います。アニメに例えるなギャグじゃねえかよ。違うかどうかははっきりわかるんだな。でも記憶はないんだな。どういうことだよそれ。この人に記憶はないんだな。わらわら。ギャグだよねもうね。金八先生は PS2 だしな。思い出せないのに違うのはわかるのかよ。267はお前確か妖精見えるとか言ってたよなとか見えるわけねえだろバカっつ。お前この前妖精見えるって言ってたじゃねえかっつったらそこにいるじゃねえかっていうやつだよね。学校のシーンはない。やっぱりさこれさ記憶がおかしくない。もうゲームじゃないもんね。プレステだとやっぱ水着のキャラクターしか出てこなくてほぼゲーム性がないプレステのソフトって何。正解だとバーンと記憶が戻るパターン。いやーちょっとさ、いやとりあえずなんか絵描けるの何か。何かが描けるのか。だったら掲示板に俺の放送込みの掲示板に。海辺以外のシーンとか覚えてないの。難易度高すぎねえかそれ。おぱいバレー的な1000程度なら印象に残ったの。ここに描けます。これいけんのかな。これでちょっとわかんねえ。ちょっと待ってね。キャラ数どれくらいあった。この掲示板に書いてください。ゲームパッドのボタン数は6つでしたか。うん、キャラ数ね。2004年頃ならゲームと間違えて DVD 拾って PS2 で見てた可能性ある。プレステはね、いやプレステ1しか持ってなかったらしいんだよね。恋愛シミュレーションなのか。いやゲームじゃない可能性があるんですよ。ゲームじゃない可能性がある。なんかゲーム性は全く記憶にないらしいです。だからそれは多分ゲームだとしてもやってなかった可能性があるんだろうね。了解です。だからあまりやってないんだよね。上からパカパカなら逆に新型 PS2 と間違えてた可能性が。そんなに年代が違うの。ファイターポートレート。いやプレステ1限定なんですよこれ。ビデオ CD では絶対見ないんだよな。プレステの実写版の活用は違うかな。プレステでビデオ CD させていく。とか見れたっけ。もしかして桃鉄もね除外に一応入ってるんですけど今見えないかもしれない。海外のだけできた桃鉄わらわら。海外のだけできた。ドキドキシャッターチャンス。あ、海外版はできんだ。へえ。セガサタンは追加料金払わないで見えない。除外にあるけどコメントで見えないかもしれない。ここにある。わかった。じゃあボーイズビーを見よう。プレステは改造しないとビデオ CD 再生できなかった。改造したら見れんだ。ビーチでリーチ2004年ビーチでリーチふさたんじゃね。家庭にとりあえずある。見てもらうもう。はあ、プレステハードプレステ1とサターン間違えたんじゃね。プレステ1しか持ってなかったらしいんだよね。海外のは最初から対応して。でも学校はなかったんでしょ。じゃあボーイズ B でもねえよな。ところでミキピーだ。こういう感じのこういう感じのイラストらしいんだけど。わら、ドキドキシャッターチャンス。ドキドキシャッターチャンス見てもらってないね。だからこんな感じの絵柄らしいです。どんなゲームやったか教えて。オープニングがおとなしいからな。初期型だと拡張すると見れるプレステビデオシーン。あーその動きすぎですか。あ、そっか。待てよ、ちょっとこれ怖いね。涼介さんはその当時他にもっと記憶がはっきりとしてるゲームって何。その時にやってたやつ。絵描いたって。ちょっと待って、絵を描いたらしいぞ。その当時やってたゲームって何。他にやってたやつ。お、描いたのか。お、その絵柄のエロアニメ出てる。キャラじゃないじゃんか。こういうレイアウトだったらしいよ。わら、プレステ1は背面につけてビデオ CD 見れるやつ。ああ、なるほどね。おい、わら、こういう感じのやつだったって。ここ絵が。あ、わら、これジャムリ。ロックマンか。キャラじゃねえ。ロックマンじゃねえ。ロックマンだな。ちょっとロックマン調べてみ。わら、ロックマン2かな。丸罰ゲームかな。絵は描いてあるな。ロックマンかな。ファイナルファンタジー7とかポポロクロイスとかです。ロックマンだな。ますますです。あ、ポポロクロイスとか。あ、じゃあやってやっぱ FF ドラクエじゃねえ。プレステ1だ。わからんぞ。わら、確かに絵描いたな。絵は描いたけどもさ、ロックマン結構キャラ数多い。オセロじゃね。わらわら、キャラ数はだから9人ぐらいはいるってことだよね。わらわら、ロックマン。終わった。
ってことは女の子は12人いるってこと？ロールちゃんだな。ロールちゃんしかいないじゃねえか。一気に米数がわら。ロッコちゃんでいいんじゃね。なんかのギャルゲーのフォトモードとかかねえ。ギャルズパニック、シスプリとか、女の子12人って。あのさ、ちょっと待って、りょうすけさんさ、ちょっと答えてほしいんだけど。1546。そのゲー、さっきも聞いたけど、俺ちょっと聞き逃しちゃったんだけどさ、ちゃんとさ、ケースに入ってたの？ディスクだけ手に入ったとかじゃないの？ディスクだけだったらなんかおまけディスクとかだけ手に入ったとかね、あり得るけど。ケースごとだとちょっとわかんないよね。シスプリって昔あったね。これじゃね？このゲームじゃね？終わり？いや違うわ。これ見覚えありませんか？わらわら。それがわらわら。全体的に青い。ディスクだけではないと思う。思うか。わらわら。さっきないとそっくりなレイアウトが。これはないです。わらわら。プレステにロックマンって出てたよね。わらわら。見覚えしかないわこれ。わらわら、これはないです。ファミコン版ロックマンって出てたよね、確か。わらわら、虫眼鏡マン、バブルマンなら水着が。PCFX なんで持ってきたんだよ。卒業 R か。あ、実写？あ、公約対象。いいでしょ。恋愛で公約するとは言ってない。このショートの子かわいいな。撮影要素がね、どのこと、動画のこと言ってんのか。アルタ前。これなら一発でしょ。わら。あ、これか、結構かわいいか。やったってことはないですよね。面倒くさくなってきたからロックマンで終わらせようとしないで、わら。青の選択。あ、このゲームじゃない？3メーター級のやつじゃないのこれ。6までバラで移植されてる。ほう。誰得？とりあえず、当時プレイ。バーね、バラで俺売った記憶あるもん。った動画はこのブルーバックのまま出すのやめてほしいんだよね、これ。いや、これの5つ前、わら。1つ前？あー、1つ前かよ。卒業だったら水着シーンもあったな。なこれすごいやったわ。大ちゃんみたいな格好してたけど。大雑な絵面だな、わらわら。なんだこれ、確かにリアル系だな。ブルーバックなんだよ、これ。ブルーバックが、まあ、下手すぎて多分できなかったでしょ、これ。黒巻きに。22メートル。22で1嘘。わら。結構投げたな。のはまだか。素材集？素材集じゃないのよ。これゲームの画面なんだけど、だから多分黒巻きで抜こうと思ったのになんか撮影失敗してんじゃん、これ。なんで撮影失敗したんだろう。ちょっと暗かったんじゃない？これ。照明足んなかったんだよ、きっと。実写要素は結局、あるかないか微妙な感じみたいだけどね。ジャスティス学園にも水着あったっけ？ジャスティス学園、水着要素が、ただキャラをじっくり見るものはないよ。女の子もビビってきません。へへへ。かもしれない。いろいろひっといなこれ。わら。ジャスティス学園。ただこのゲームは面白いから。あの投げ方で放送でやるとめっちゃ盛り上がるから。がすげえよ。わら。あったよ。水着で。あの投げ方で18メートル確かに。いやー、ちょっと難しいなー。面白そう。垂直跳び。てか足切れてんだよなこれ。お水の花道に枠の中ちゃんとしたスタジオで撮っててミスるってどういうことなの。当時は合成も少しミスったらできなかったもんね。いやできないよねあれね。だからちょっと暗いんだよねなんか。で、アスカ 120% じゃねえだろうな。でもキャラ一人ずつ虫眼鏡とかで見るやつはないし水着がないしねあれ。水着の人っていないよねあれ。オレンジさんが貼ったやつはなんだっけ。ドキドキシャッターチャンスって見てもらってない気するな。お姉ちゃんプル。お姉ちゃんプル。お姉ちゃんバラ系はないから。要素がないでしょ。キャラも選べないことはないか。プレステ2だしな。ドキドキポヤッチを。プチはドキドキ共通点だけじゃねえか。もう逆に当時ちゃんと覚えてる他のゲームの。いや、FF とかやったらしいよ。シスプリ見てもらったっけ。シスプリ見てもらってないね。わら。でも水着とかキャラ絵、あ、ファンディスクみたいなのがあるのかな、シスプリって。枠です。さすがにもうこの枠までだな。さあ、どうだ？この人たちに見覚えはありませんか？まだ出てないけど。思いつく作品がアニメ調ばっかりだな。ていうか、アニメ調のものしかないよ、プレステなんて、そんな。ボーイズビーか、レスレスか、恋愛講座ぐらいしかないでしょ。お嬢様特急は見てもらいましたけど、まあそこまでアニメだと違うんじゃないか。これではないです。絵も違います。ミスと写真撮影が重要だと思うんですがなかなか見つからない。写真撮影っていう要素はどこにあるの。話がちょっと前の米にあった。うなんだって。写真撮影なんてなんか一言でも言った。これアニメ調はもう気にしない方がいいと思う。もう全部要素が入ってればいいと思うけど、
違うのははっきりしてるんだな。シスプリ2のファンディスク、ロリーじゃん、かなり。シスタープリンセス、写真撮影してメモリーカードに保存できるとか言ってませんでしたか。マジかよ。え、そんなこと言ってたの。え、リオスケさん、そんなこと言ってた。写真撮影して初期に言ってたよね。見逃してた。言いました。へえ、言ってました。メモリーカードに保存ってどういうことなんだろう。そんなゲームなくね、プレステに。こんな妹たちでしたか、涼介さんが見たのは。水着だよ。おいらが小学生が保存してたのかと突っ込みました。ほう、だけどそういうゲームに覚えが。それ、メタルギアソリッドエンテグラルの撮影モードは、嘘。シスプリファンディスクは確認。だからか。え、メタルギアソリッドインテグラルの撮影モード、それか。だって、ポリスノーズに似てるって言ってたよね。それってプレステ2じゃね。違います。違う。風雷機ってやつは違うよな。風雷機は見てもらったけど、たまあ違うみたい。わら、ゼロしか思いつかない。でも風雷機ぐらいの絵でもいいという感じだったよね。撮影して…しか思いつかん。混ざったか。風雷機ってダダンダーンのボスだ。シスプリ…ドンドン。風雷機…へぇ…ふぅ…うん…まあいいわ。写真撮影なら道のくとうもだね。いやでも水着も減ってくれない。道のくちょっと見てみても、でも女の子の選択なんかないよね、あれね。ん？いや、うん、いいんじゃ、欲望に任せて。俺の周りはハマってる人あんまいなかったんだよな、なんか奇跡的に。あれなら花札炎蔵残りそうだが。っていうか、キャラ選択はないと思うんだよね。もう一枚書きました。嘘。期待はしないでください。女神パラダイスシスプリ見てると3値が減るわ。あの動画をの URL をください。タイトルだけ言われても俺が結局探さなきゃいけない。俺超忙しいからやめて。俺の仕事増やさないで。できればもう期待してるぞ。ベストな動画を探してきてください。わかんねえ。海振り向いて兄貴の呼び方を12種類考えたのは評価する。なるほど。トリマオツです。これで何がわかるんだ。これ写真撮影モチーフならフォトジェニックとかバイオグラフ。フォトジェニック、ちょっとまあ次枠までやっちゃ引っ張るか。じゃあおつおつチンピー、寝ることをまだ許さんぞ。シスプリって面白いの。振り向いてる女、なんだこれ。わらわらマウスかきか。これさ、雛形あきことかじゃないの。期待通りだよ。わらわら期待通り。何の話だよ。物体、オツです。かんざきさんって誰だよ。あれ、ソフマップじゃねえの。わら、オツです。かんざきさん。次枠もよろしくお願いします。いろんな意味で。見返り美人か、解説さんまだか。夜の部1個目のお題が難航しております。4枠目です。ご協力お願いします。何を見てないって言ってたっけ、さっき。ドキドキシャッターチャンスじゃなくて。なんだっけなんだっけ。和骨です。うわー、これ分かるまで寝たくねえ。ここまで来るとエルの季節も違うし。和骨。あー、これね、お嬢様特急ね。和骨です。和骨です。和骨。お嬢様特急ってすごいな。はい、いらっしゃい。あと何が怪しいっていう。あ、そっか、あれだ。サンソフトのやつ。フォトジェニック。わこつ。撮影、フォトジェニックってそんなにピントが合うか合わないかとかじゃなかったっけ。わこつです。はい、いらっしゃい。プレステ1。わこつ。わこつ。エンディング、オープニング来た。わこです。この人の絵って見なくなったな。URL 省略。はい、ありがとう。わこ。さっきの絵で、水着はビキニで。振り返って微笑んでいる感じです。あ、ありがとう。メタルギアの写真撮影。メタルギアソリッド来たよ。プレステってギャルゲー多いな。 URL 省略。はい、ありがとう。プレステ、八神ひろきのダメタステ胸騒ぎの予感オープニング。見てもらおう。杉山現象でしたっけ。杉山現象。撮影にはもっと詳しく。現像。さっきの絵和骨。さっきの絵。さっきの絵、うん。水着でビキニで振り返って微笑んでる。ありがとう。この人たちですか、凌介さんの
小学校1年の時の思い出を。とりあえず女が出てる URL 貼っちゃるわら。まあプレステでな。一人の女子がってことです。一人の女子がね。うんうんうん、違います。違う、フォトジェニックじゃない。濃いな。消すか。もう海物語じゃね、それはら。海物語見てもらったんだけどさ、なんか違う的な感じだったよね。水着どう一人の女子が振り返る。言い過ぎ。ギャルゲーで今の人たちはどう、記憶は。その女子の特徴は何も覚えてないのか。特徴のないキャラだったんじゃないのかな。撮影機能がどうも引っかかるんだけど、これが怪しいという説が出てますけど、どうですか、ちょっと見てください。考えられないし、ワクオツ。撮影モード2とスパイクのゲームに多いがな。スパイク今日は手強いですな。 2D のキャラで撮影モードってあんまよくわかんないよな。ツインズストーリーは出た。出てない。撮影モードだよ。で、ポリスノーツっぽい。あ、ツインズストーリー出たっけ。夕闇とかパラマネモードみたいなのあったよね。こえー、まあこうだろうな、わら。まあこうだろうってなんだよ。違います。違うか、メイリンじゃないか。記憶にないです。メタルギアソリッド。ポリゴンにしては頑張ってる方だよ。まあね、見てると小島メタルギアソリッド変わってないのがわかるな。よくできてるよ。これよくできてるね。よくできてる。虫眼鏡要素ねえな。ツインズストーリーはどこまで関係があるわけ、今回の枠に。リストに比べたら、これすげえな。ね、よくできてる。プレステ1でこれは優秀。そして、なんか音が片っぽしか出てないんだけど。メイリンの顔あるんだから差別だな、これ。これはどう？ハットプス、わらわら腰痛でコムは特派。ツインズストーリーはどこが共通点なの、これ。なんだお前は。マジカルデートと比べるとすごい。マジカルデートはもう仕方ないよね。でも、そういや一のスネーク、レプリカさんがなんかくれた。わら。この人たちに見覚えは？モノラルなのかよくわかんないけど、なんか収録環境があんま良くないね。あ、オープニングか。さっきのイラストなんだっけ？島だっけ？水着、撮影。ツインズストーリーは違うよね。違うね。見てもらおうか、じゃ。マイナーだったらそうだわ。ラスト大阪とかどうかな。マイナーなだけで言ってる、それは単に。水着とか女の子を撮影したりとかってあるっけ。とりあえず、いや、マイナーか、マイナーなものを探してるわけではない。PS2 のために実験的にポリゴン贅沢に使って作ったって言ってたの。なるほどね。モデリングのあれなんだ、研究みたいなことだった。この SES テテセガキョトゲニク011.10。はい、なんかフォトジェニックって言ってる。これ見ました。フォトジェニックはオープニング見てもらいましたよ。この方に見覚えは。この人に見覚えは。水着で振り返ってるけど、パソゲーみたいだね。てかノエルの画面がぶっ壊れてんだけど。エンコードミス。シスプリかな。ダメだこれ。猫。水着は入ってなかったです。プレステソフトあれ、ノエルオペニングだけどね。さっきの絵の構図に似ているの。そうだね。ダメだ。ぶっ壊れてる。タモリ。そしてこれに戻る。水には入ってなかった。水には砂浜にいるだけってことか。覚えてるのね。画像だけど URL 省略。はい、こういう感じのイラストですか。この画像の URL は最後まで入ってるね。入ってない。なんか URL 切れてるんだからよくわかんないけど、なんかこの URL は見れません。オメガチャンプルさん、絵をちょっと描いてもらわないといけないな。そのキャラ絵、キャラの髪の色は何色？違いますね。ヒロインドリームとかじゃないのこれ。ちょっとなんか嫌な予感してきたわ。あ、でも水着とかねえか。あれ実写の可能性はゼロではない。水着の色は？そこもうそっちで探す。水着の色覚えてる？する可能性は
はここない、ゼロです。ここまで詳細出てて見当たらないなんて珍しい。リアル系ってよくわかんねえな。水着は青の人もいた。青の、で、さっきの水の砂浜にいたやつは何なんだよ。だからノエルは見てもらったけど違うようです。水着はビキニ貼り直しシチュエーション派、こういう感じだよね。 URL 省略キャプテンラブ。あー、フォトジェニックか。リアルといって生身の女性なのか、寺井ゆきとかじゃなくて。詳細確定してるのはほとんどねえよ。3サイズはコスです。適当に言うけど卒業。この人ですか。勘違いしてたら激怒ですわ。撮影できるっていうとやっぱフォトジェニックとかぐらいしかないよね、もうね。PC ゲーなんじゃねえの。うん、漆多いな。そっか、漆原か、これ。え、終わった。回った。砂浜に人がいて撮影ができるフォトジェニックか。うわ、な、小学校1年の時にプレステ1でやったゲームらしいんですよ。陸上か。あの、そういうところから攻めてる、攻める段階ではない、まだ。とりあえず今プレステ1確定だから。やっぱり記憶がごっちゃになってるんじゃ。もしかしたらパチゲーの特典だった記憶があります。だったらワンワン海物語じゃないの、これ。ちょっと見てもらおうか。 PS2 じゃなくて1だと考えて探してるが、つい。少し思い出した。何、何思い出した。海物語か。初見です。とても面白そうな枠。はい、ありがとうございます。ただ今ちょっと難航しております。考えたけど言わんかったパチスロ。それでマリンちゃんじゃね。いや、なんかね、ちょっと似てるとも言ってたんだよね。動くのか。ついに、ついに動くが、動くのか、これ。黄色い水着かな。黄色い水着。これのなんか特典映像とかどうなのかな。これはわからんね。やっぱこのタイトルを見てもらうしかないんじゃないのか。プレステの一覧見て心折れるわけ。虫眼鏡要素って何なの。パチスロー系でパチプロシミュレーションがありました。え、これあれじゃね。おい、ちょっと待て。なんだなんだなんだ、そのなんだ、そのなんで急にその記憶が出た。潜水してサルベージするやつ。山が動いた。和骨。ハッピーサルベージかい。お、記憶の発掘が進んだぞ。海物語系で割りないんだ。でもそんなにキャラクターがしっかり出てくるものってあんまりないんじゃない。割りんは海、あー、なるほどね。ちょっとキャラクターで見てもらうしかないか、じゃあ。プレステ1時代に割りんいなくね。いないかもしれない。ビキニだね。これ絶対数本混じってるやろ。あら、まさか虫眼鏡で釘を見るのか。なんかこういうゲームだったらゴミとして捨てるやついそうだよな。まさかサム液晶の終電帰り。あの男だろ。そのパチプロシミュレーションではいろんなパチ会場がありました。水着物は。おい、ちょっと待って、パチおい、パチプロシミュレーションっていうのがもう出てきちゃってんじゃないか。ボコボコ入ってるね。え、だったらやっぱりこの人たちなの。わらわら、この人たちなの。もうギャルゲーじゃねえじゃねえか。まあでもプレステ時代にキャラを押してるなんてこんな、これぐらいだよな。パチ確定なの、これ。ちょっと別に依頼を別にしたいんだけど、これ。パチパラ、パチパラでも絵を見るとかある。うん。え、でも撮影とかあんの？プレステーションの初期っていうと、キャラクターはこれなの？これだったの？わら、おまけモードがついてるとなると、ちょっと何個かあるな、プレステだとな。わらわら、マリン、ワリン、サム、あとは一緒にどんな台が入ってるか次第かな。そのパチゲーの特典で、見た気がします。あ、パチンコって NG なんだ。パチンコはチンコだからダメです。パチパラ6本くらい出てる。ただプレステ1じゃないとかっていう可能性があるわけ、こうなると。パチパラフーン6だっけ。あ、ほんと自動的に拡大してくれます。はっきり言うたな。はっきり言ったね。プレステ1で出てるタイトルは絞れてきたね。パチン、すごい水着キャラ誰描いたかな。この女の子ではない気がしますが。パチパラシリーズ、マリンちゃんがいなかったら何なんだ。これはわかん、山陽パチンコパラダイスか。
プレステの、あと何分あんのこの枠。源さんの女の子とか、この人か。あ、マリンちゃん以外の人物か。この人か。女の子と勘違いしたとか。18分。ありがとう。この人に見覚えは？これ誰これ？この人に見覚えある？91。パチ以外のゲーム要素があるのってパチパラシリーズしか思えない。あ、本当プレステでね。誰？涼子先生だよん。誰？本当だ。ないですね。ないんかい。涼子先生見覚えないんかい。ちょっと待ってね。これは公式ページがあるだけか。秘密な操作が続く。パチパラのどれかだ。オフィシャルページが残ってるってことはアイレンは無事なんだ。URL 省略。海シリーズはパチパラ1、2とさっきのワンワン海しかないね。実写要素は除外していいです。いや、パチパラのどれかの可能性があるみたい。ありがとう、このページくれた誰だ ?91 さんか。山陽パチンコパラダイス1か2。サンツチェックしよう。パチシュミレーションでは、街の中からパチ会場を選ぶ感じです。URL 省略エンディング206。絞り込めるもんだね、わら。いやー、これ本人の記憶がなんか急に出たっていう。本当なの？本当なの？あんのこんなゲーム。何これ？これ何？これは、何？ゲーム画面と関係ないでしょ、これ。ゲーム画面に関係あんの、あれ。パチゲーはほとんどそういう締めモードあるんだよな。もう南国育ちじゃね。南国育ち。この演技力があるのかな。除外のラインナップに苦心の跡がわら。どうでもいいけどシミュレーション。クアハレンチ学園とかではなかろうね。パチパラ13のゲーム画面。マリンちゃん可愛すぎるだろ。いやー、だって13ってプレス2じゃないの。ってのはもう確定なんですよね。南国育ちはねえだろ。プレステ1で、1だよ。1限定だよ。いやー、役立たねえな。ちょっと待て。頑張れ、お前ら。ちょっと待て。13は PS2 だね。どうなってんだよ。おい。ちょっと待って。これは何作目なんだよ、これ。ちょっと、このサイト、不運録じゃないよな。不運録はだってプレステ2からでしょ。自分はほとんどパチンコに当時興味がなかったし、ほとんどうまくいかなかったので、記憶がありませんでした。すみません。シンプルシリーズでジグソーパズルで水着でフォトできるとかなんとか見つけたけど、そういう感じある？なんか混ざってんのかな、記憶が。とりあえずパチンコパラダイス、1、2から5。1、2とワンワン海物語。あたりが怪しい。4に関しては大工の源さんだし、寿司屋の大将とか出るわ。源さんって寿司屋になったの？3.5.11。前シューティング探しててこれ系のゲームにたどり着いたことありましたよね。ありました。動画アップしました。いろんな種類のゲームの記憶が混ざってそうなんだが、大工じゃなくて、大工じゃなくて寿司屋になったらしい。ヒントに、結構リアルな女の子ってわからん。寿司屋も大工もある。寿司屋もある。寿司屋は別なんだ。何回かなるってどういうことだよ。どういう転職だそれ。パチプロ風録。いやだからさ、これあれだよね。これさ、パチパラ、パチンコパラダイス2とか見てもらおうか。でも分かったところでないな。シンプルシリーズの水着パズルは動画なしパッケージしかまともに出てこなくて、 Google 検索で目いっぱいでした。様子がたまに寿司屋やってたような。蕎麦屋の源さん、蕎麦屋の源さん、源さんは概念なのか。源さんは、いや、最近サラリーマンになってましたからね。ちょっと待って、誰がサラリーマン。嘘マジかよ。いろいろ大変なんだな、みんなな。なんか知らないゲーム出てきたぞ。プレステ1版パチ、ライブラリーモード、ワンワンパラダイスシリーズ反則用パンフレット、キャラクタープロフィール等が見える。あっ、クニオ君だって突然おでんを押し出したからオッケー。ゆめちゃん、ちょっと待って、これはこの人に見覚えは、この人に見覚えある。
なんかこのゲームにはギャラリーモードがあるらしいね。山陽パチンコパラダイスシリーズ。うん。でかいな。どうだい？この人に見覚えがあるかい？今でもいける。あと何分なんだ。七袋すげーあんなミラーズ的な感じ。けしからん服装。あれ、涼介さんの冷圧が消えた。ふう、早いな。しか見てない可能性があるがな笑13分こうやって、ありがとう、上げてこうやってつけて、うまい。なんだよ賢者モードか。いや、ここのページに、この人に見覚えがあればいいんだけど、なければこっちだね。こんななんか左右に犬がいるページ、このページわかる。超高化、URL 省略。はい、ありがとう。よく見るとボタンが飛びそうな。ここで NG コメが出ると妙に生々しくなる。いや、パチンコって打ってんでしょ。小さいですけど、こうやって玉を購入する感じではないですし、見覚えないです。見覚えないか。この画面は覚えてない？今左側に出てるやつ。PC 版持ってたわ、懐かしい。黄色い水着の女性、記憶ホリーデシチュー。これも見覚えないです。これじゃない。これは山陽パチンコパラダイス2かな？ではないと。ふはぁ、あ。URL 省略。これはなんだ？これは何？いや、待って。この画像くれたけど何なのこれ。これが何のゲームなのかが。パチ趣味モードでは不思議発見から購入する感じでした。ちょっと待って、どっか行っちゃった。不思議発見どっか行った。なんか待って待って、どこ行ったろ。あー、どこにもないわ。山陽パチンコパラダイス一作目。なんか時報がめちゃめちゃな勢いでなってるけど、お前らほんとやめろ。さっきの画面のあれか。だってこれプレステ1じゃないでしょこれ。二人が言ったんですね。不思議発見。これプレステ1じゃねえだろ、笑い。プレステ1じゃないよね。見た目的には。これは違いますね。これはちょっと原点だな。わらわら。Wii かよ。フォーエバーって Wii とか。悪意を感じるな、ちょっと。何が、誰が喋ってんのこれ。何やってくれてんの、ニコニコマジで。たけしじゃねえよ。あ、たかしか。黄色水着でしか検索してなかった、わらわら。ちょっと待って、ちょっと待って。パチンコパラダイス3、パチンコパラダイス2。俺がさっき見てたのは3だったのか。キャンペーン、いや違うな。機種紹介、いやあかんね。画像のは1。そっか。ゲームの時向くって一番いらない機能だと思うんだ。ねえ、何考えてんだろうね。調子乗んなよって感じするわ。あんま調子乗んなよ。3と4は海物語収録されてないです。おう。3と4は海物語かどうかわかんないんだよね。解決するまで貼って思ってたけど、ごめんねるわ。ねんなよ。寝かせねえよ。これどうだ？ 8 月の時報は怖すぎて嫌だわ。てか時報なんで切れてないの俺。キャッシュ消したから。仕事がパチパラ1画像。まあ宣伝だから。なんでこっち金払ってんのに時報流すの。これさっき見たよ、涼子先生。涼子先生見たよ、さっき。あー、なんか違う。チェック外れちゃってるのかもね、時報切れ。多分キャッシュ消したから。いろんな台から選ぶ感じでした。解決しそうな気がするね。あー、いやでも山陽パチンコパラダイスの情報がなさすぎるんだよね。どれなんだろう。これはきついな。情報がないな。これ持ってる人がやるべきか。あった。いやー、ないな。プレステ1のパチゲー一覧がありました。いや、山陽パチンコパラダイスの中のどれかっぽいんだよね。パチパラ全部買っちゃえよ。いやー、ちょっと待てよ。眠くなったら筋トレすればいい。パチンコパラダイス5ではないな。わかりません。寿司屋源さんなのかな。にクズモード。いや、それに虫眼鏡のモードがあるの。いや、最初の方に見てもらったけど。いや、なんかもうパチンコゲームらしいんだよね。パチンコ？パチスロ系のゲームらしいんだよね。ストーリーモード、攻略、そういうんじゃねえな。じゃあ、5でも4でもない。
5でも4でもない。なんかここまで来てギブりたいんだけど、これ山陽パチンコパラダイスの1から6までのどれかっぽい、プレステ1の。ただその情報があまり出てない。いやちょっとこれもだってないぜ。ダーティペアじゃないよね。ダーティ本人に探してもらいますか。あら、でも涼子先生じゃないっつだよね。これこの人たちに見覚えは？この人たち見覚えないの？3時間までゴミ枠。いやー喉枯れてきたよこれ。でもこれはもう見るモードじゃないね。これ違うよね。見るもただ見るモードなんでしょう。ゲーム性があったらダメなんだよ。いや、なんでだっけ？いや、他になんかある？他にある？他にあるなら出してほしい。とりあえずちょっと俺わかんねえんだよ。俺ギャンブル全くわかんないからさ。興味がないし、撲滅したいぐらいだから。俺の命と引き換えに日本からパチンコがなくなるんだったら喜んで死ぬよ俺。パチパラはプレステ1で5までしかしそれが叶わないだろ。俺が死んだぐらいじゃ。パチパラはプレステ1で5まで。そう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 。でもこれ全部見てもらったけど違うな。ちょっと違うな。風雲録とかでもないしね。銀パラが入ってるくらいかな。銀パラパチシミではほとんどストーリーがなかった気がします、ただお金を稼ぐ感じでした。ふーん、確定できるわけではないけど水着が出てくるの海物語ぐらいだろって話から。なるほど、そっかそっか、そうだったっけ。パチンコって賭博なのに規制されない不思議。スロじゃなくてパチでいいのね。それは PS2 か。なんでそんな黒魔術的な取引すんだ。あパチプロ風雲64番外海猫島デート編。何秒からぐらいから見ればいいこれ。ないですね。海と人ってことを振り向く。どこら辺？ないですね。何これは？パチこれもこれ風雲録でしょ。秘密だよ。パチゲーの一覧貼っておく。これは違うだろう。パチゲー一覧。これ PS2ですよね。なので旧作にも同じようなシチュエーションがあるのではないかと。実機シミュレーションのものじゃないか、ね、売りで。これプレステ1じゃなくね。PS2 だったら結構ありそう。いやー、これあと5分はきついな。プレステ1だから違いますし、ポリゴンポリゴンではない。なんかポリゴン数がもう PS2 だな。プレステ1のパチンコパチスロ系のゲームで女の子の絵を自由に閲覧できるモードがあるゲームってなんか心当たりありますか？ただのギャルゲーはもう除外です。すべてここまで来て急に、ここまで来た、ここまで来た、急にパチンスロ系なんでこれ伸びてんのこれ、パチプロシミュレーションがあった、パチプロシミュレーションモードがある。で街の中からパチ会場を選ぶ、そういう風雲録的なゲームが入ってて、キャラ絵が閲覧できるパチンコパチスロのゲーム、プレステ1。心当たりは？楽しいわね、ある人は？楽しいわね、なんかしました。これわかんねえ。弱いジャンルだからな俺本当に。あれないですね。パチンコ屋に行きたくねえからペルソナ3のパチンコ台をわざわざ買ったぐらいだからさ。専門外すぎる。ちょっとやわかんないな。このワンパンピートロットのまんまだな。ね、エンジンが一緒っていう。あくまで主観だろうから気にしない方がいい。パーラープロ。実写じゃないのか。パーラープロってのがそれと。パーラープロ。URL 省略。2D でリアル系。おっと、なんか URL 来たよ。先生か。パーラープロを。うわ、定番の。でもパーラープロ多いなぁ。歩いて選ぶ感じではなくて、選択する感じです。今でも、あれ待って。パーラープロ、俺がアップした動画が出てくるな。
なんかキャラクターが閲覧できるとかが売りっぽいのがない感じだよな。めちゃめちゃ出ててわかんないね、なんか。URL 省略。藤子ちゃん？え？よし。一部パチパラ画像。おっつ。一部。あっこの動画手話をもなのか、わら。あ、いや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 、あのパーラープロ6のホールモードパーラーマンというのは俺がアップしたやつ。それってキャバクラっぽい感じ。ちょっと待て、なんか広告まで出ちゃってんじゃねえか、これもうざけんなよマジで。ニコニコ、ちょっと待て、どれか1個くれ、消すから。何をやってくれてんのこいつら。設定どういった消せんのこれ。してない。結構新しい画像ばっかだな。ダメだ、時報とか消すページがわからない。へーとか、これなんか左出ちゃってんじゃん、これはちょっと無理だねもうねここまで来たらもう宿題だなこれ、みんなへの宿題。俺はもう無理です、これは。ここまで来たけどわからんわ、ここまで来たからこそもうわからない。あとはもうぶん投げでいいような気がするわ。俺にはもう無理だこれ探し出すの。パトラッシュ、僕もう疲れたよ。だってこれ今日さ、このお題しか今何枠目だよこれ、4枠かけて全部これを。とりあえず依頼者これ見てピンと来ないか。これはだって4の部じゃないからねこっちは。とりあえず全タイトルローラーしてきます。 URL 省略プレイステーション29。どっちを見ればいいの俺は。もう投げてる。あと何秒なの放送は。おいら跳ねます。おやすみ。ぶん投げ URL、まあこれ見たよさっき3票は。URL 省略の3度目だよ。7A75E67 リストお願いします。リストはやっぱ、ね、リストはこれだよ。そうだよね。あと1部とりあえず見てもらって、パチン小ゲームで探したいと思うので、アニマルの自分も探してみます。探してください。だから何だったのか教えてほしい。わら、ちょっと待って、この人パチ夫でもなさそうだ。この人に見覚えは。キャラクター紹介が見れるみたいですね。キャラクター紹介どれどれ。パチパラ2、この人に見覚えは。でもこれ5って書いてるのは風録じゃないのか。これプレステ2じゃね。申し訳ありません。お付き合いいただいてありがとうございました。ないです、ないです。感謝いたします。オツでした。いやー、これは答え知りたい。答えが知りたいよこれ。でもやっぱいやー違うか。なんかでも海でね、水着で振り返ってるっつうって。うん、まあ放送に来てくれてもいいけど。これはわからんね。おやすみ、お疲れ様でした。オツでした。